プの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って糸井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。調子は悪くないはずなんで、思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。この球は外れています。ボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。取ってワンアウトです。2番バッター近本、今日は盗塁を1つ成功させています。ワンアウトになっています。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。内へのボール外れました。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に引っ張った。よく取った。二塁送球アウト。ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。打席には3番バッターマルテ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。外に決まりました。あっという間にツーストライクです。インサイド落ちました。三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。サードが構えます。掴んで3アウト。ランナー出ましたが、タイガース得点はありませんでした。8回終わって8対1、ホークス大量リードしています。これから9回ホークスの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。モリアが3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。最初は変化球できました。ストライクです。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番松田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球打ち、弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。打順は7番栗原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。緩いボール空振り。さあ2球目は何か。引っ張った。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は8番甲斐。まあタイガースとしては大きくリードされて厳しい状況ではありますけど、雑にならずきっちり抑えにいってほしいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。二塁牽制、タッチもセーフ。
これもアウトコース。森谷厳しいコースを攻めてこれで追い込みます。さあ外してくるのか。おっとどうだ、右に切れます。ここは空振りで三振を取ります。ツーアウトになっています。ランナー二塁一塁は変わりません。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。まずはボールから入りました。次が2球目、これは変化球。外高め決まってストライク。ワンバウンドヒットになった。ホームに送球、センター前ヒット。これで3安打猛打賞。打順は1番に帰ります。バッター上林、今日は当たりがありません。ヒットで満塁としています。2球目は何で来るか。見送ってボール。低め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。際どい球、わずかに外れています。ピンチの場面でしたが見逃し三振でアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。8対1ホークス大量リードしています。西さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか。まあとにかくね、起点となるね、大きなプレー、チャンスを作るというところが、非常に重要だと思いますね。そうですよね。そんな起爆剤になるようなプレーに期待したいですよね。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。インコース決めてきた。外へ、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。さあ仕留められるか。アウトコースのチェンジアップ、スリーボールツーストライクです。さあこれで決まるのか。打ちました。これはどうだ、三遊間抜ける。ボーアヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは DH サンズ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目、変化球インコース、ストライクです。
空振りになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには代打の大山。ワンアウトランナー一塁です。これが1球目、ファウルになります。ここもファウルです。まあ今のは仕留められずしまったという感じじゃないですか。引っ張った、高い打球レフトへ。この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ、長谷川が掴んでツーアウト。バッターボックスには7番糸原。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。アウトコース、空振りです。さあ2球目は何か、高めに大きく外れています。インサイド落ちました。ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。残念ながらタイガース敗れてしまいました。ホームで迎えての初戦でしたが黒星スタートとなってしまいました。まあなんとか勝って勢いをつけたかったんですが、残念な空気がこのスタジアムを包むこととなりました。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように交流戦初戦はタイガース敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。